国道27号線で西舞鶴まで行きまして、そこからはですね国道175号線国道178号線と道を変えまして、宮津の方までやってきました。宮津の道の駅海の京都宮津ですね、そちらの方に寄りまして、そこから自転車を借りまして天の橋立を目指していきました。そして最初のポイントですね、天の橋立神社をお参りしまして、この先は天の橋立の府中側を目指して進んでいきます。電車に乗って天の橋立を走っています。ちょうど天の橋立神社を過ぎまして、文殊側からですね府中側の方へ走っているという感じです。自転車はいわゆるママチャリというやつを借りて乗っていますけども、橋立の中は平坦な道が続いているので漕ぐのがしんどいということは一切ありません。本当にのんびりとしたペースでですねゆっくりと走っていってます。天の橋立のいろいろな場所にはですね松に命名がされています。今見えているのが草竜の松というやつですね。2頭の竜が天へ昇る様を表すように立っていたんですけども、平成16年の台風被害で倒木してしまったんですけども、その被害をですね後世に伝えるために保存されているということです。このように命名されている松を探索しながらですねこの道を走っていくのもすごく面白いです。結構な数があると思います。天の橋立反対側ですね府中公園の方へとやってきました。ようやく到着です。ここまでの所要時間ですけども、ちょうど文殊側の昇天橋ですね、あの辺りからこちらの方までやってきたのでだいたい30分ぐらいかかっています。本当にゆっくりとしたペースで漕いでいたのと、ところどころ寄り道をしていましたので、のんびり行くとこんな感じになるのかなという感じです。もうちょっと早いペースで漕いだらですけども、ガンガン漕いでそのまま素通りっていう感じだったら15分程度では行けるんじゃないかなという感じです。意外と綺麗やね。先ほどの地点から少し進みますと国道178号線へと出てきます。この信号を渡るとですね次の目的地元伊勢この神社はすぐ近くということになります。ちなみにこの道を右の方に行くと稲の方にですね向かっていくことができます。観光交流センターの方でこの神社で自転車を置くことができるということを聞いていたので、ここに自転車を止めてここからは歩いて参拝をします。神台と呼ばれる遠く遥かの昔ですね、この神社の奥宮には真内神社という場所があるんですけども、そちらの方にはですね豊受けの狼がお祭りされていたということです。そしてそのご縁があってということですね、笠縫村という今の奈良県の桜井市とかそういうふうに言われているらしいんですけども、そこから天照大神がお移りになってですね、天照大神と豊受けの狼を与謝野宮という宮号で4年間一緒にお祭りされていたということです。でその後にですねちょっと時代が変わるんですけども、天照大神と豊受けの狼はですね今の伊勢にお移りになられたということです。そういうことがあったということでですね、この神社は元伊勢と呼ばれているということです。この神社の主祭神は彦穂あかりの御事です。海の奥宮である冠島に降臨されてですね、丹後丹波地方に養蚕や稲作を広め開拓された神様ということです。三社目がですね先ほども出ていたんですけども、この神社の奥宮の真内神社ですね、そちらの方に向かって歩いていきます。だいたいこの神社からですね500メーターぐらいの距離にありますので、10分も歩かないぐらいで行くことができます。真内神社にも駐車場は用意されていますので車でこちらの方に来ることも可能ですが、少し手前で車を止めて今歩いているところはですね歩かないといけないという感じになります。
真内神社もこの神社と同じく本殿の方ですね、撮影は禁止されておりますので、本当にここまでという感じになりますが、この真内神社のことは僕は全然知らずに連れてきてもらった感じだったんですけども、この神社のパワーは本当にすごかったです。もう感覚的に言うとですね、まあ、手桶の狼を祀られているということもあるんでしょうか、伊勢神宮の外宮に行った時に感じたパワーですね、にもうめちゃくちゃ同じような感じをですね、すごく受けました。はい、もうパワースポットがどうこうとかそういうことはですね、あんまりよくわかりませんけども、僕が感じた中ではですね、ここの神社のパワーっていうのは本当にすごかったなという印象です。こちらの方に来たらですね、ぜひ行ってみてほしいなと思う、そういう神社です。真内神社を後にしまして、次に目指すのはですね、笠松公園ですね。府中側からですね、天橋立を山の上から見る場所ということになります。府中駅からケーブルカーもしくはリフトに乗って笠松公園を目指します。よいしょ、そうそう、よいしょ、よいしょ。すごいね、ここでも十分綺麗だね。この神社、真内神社、そして笠松公園と回ってきて、ここからはですね、また天橋立の中を走りまして、宮津の道の駅に戻っていきます。別の道から帰ることもできるんですけども、車の通る道を通るというのはですね、自転車に慣れてないと不安というのもすごくよくわかりますし、天の橋立の中を通ればですね、車と会うこともありませんので、天の橋立の中を通って同じように帰るようにしました。帰りは自転車にもですね、慣れてきてもらったというのもありますので、ペースを少し上げてですね、帰ることにしました。行きも帰りもですね、同じ道を通っても、やっぱりこの道はすごく走りやすいですし、坂とかないのですごくいいですね。今回のルートは宮津の道の駅から笠松公園の方まで行って帰ってくるっていうルートですけども、借りている自転車が電動自転車ではなくですね、普通の自転車ということですけども、全然しんどくはないです。ゆっくりとしたペースで走る分にはですね、ママチャリで十分かなと思います。
全然自転車に乗るのに自信がないという人はですね、電動自転車とか e バイクとかを借りる方がいいとは思うんですけども、今回走ったコースをですね、同じように走るのであればママチャリで十分かなという感じです。大丈夫？途中カメラのバッテリーがなくなってしまったんですけども、無事に道の駅宮津へと戻ってくることができました。ここを出発して天の橋立をぐるっと回ってですね、こっちまで帰ってきて約3時間ぐらいで回ってこれた感じです。ゆっくりとしたペースで走ってもですね、自転車で観光するのはこれぐらいで帰ってこれるので、あえて天の橋立の方まで行かなくても、こちらに車を止めて自転車を借りて天の橋立の観光するのは悪くないなという感じです。この先もどこかに寄ってから帰ろうかなと思ったんですけども、時間的になかなか厳しいものがありまして、このままですね次の場所に行ってみたいなことをしたらですね、おそらく家に帰るのがですね翌日になるみたいな、そんな感じになりそうだったので、もう家に帰ることにしました。途中の海岸線沿いの道はですね、行きもそうでしたけど帰りもすごく気持ちいいです。左手に海が広がっていきますので、助手席に乗っていたらですね、すごく最高な景色を眺めることができます。もちろん運転席からでもものすごく綺麗な眺めです。そして気持ちいいワインディングが続きますので、こういう道を走るとですね、ドライブをしている醍醐味だなと思ってしまいます。途中景観が綺麗そうな場所を行きのうちに見つけていたので、ちょっと寄ってみることにしました。ただここからはですね、思ったよりも綺麗な眺めという感じではなかったですけども、それでもやっぱり海を見ると落ち着く感じがしますし、日本海のこの辺りですね、山陰の辺りを走るとこういう場所が至る所に用意されていますので、ドライブコースとしては最高だと思います。この後由良川橋梁を走るですね、赤松号を見ることができたんですけども、残念ながらですね、カメラが頭につけているやつしか回ってない上にですね、助手席側を走っていくということになってしまったので撮ることができていませんでした。まあすごい残念でしたけど、赤松号と由良川橋梁を見れたのはですね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。帰りもですね、国道27号線をひたすら走っていって、丹波の方を経由してですね、家に帰るという感じでした。もう帰りもほとんど同じ道という感じです。今回は国道27号線から舞鶴経由で宮津まで行ってですね、そして宮津から自転車で天の橋立を回ってみるというドライブを楽しみました。車ばっかりで走るっていうのもいいんですけども、観光地に来てそこそこ広い移動範囲があればですね、自転車に乗り換えて走るというのも悪くないなという感じです。天の橋立付近はですね、車で回るのも悪くないですけども、自転車で回る方が小回りが効いて動きやすいなという感じでした。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。